シラージュッタウラは、東インドのベンガル大主。一般的に知られているシラージュッタウラは、国家の光を意味する称号で、本名は、マフムード・アリー・ハーンという。1728年8月6日、以前、マフムード・アリー・ハーンことシラージュッタウラは生まれた。父のザイヌッティーン・アフマド・ハーンは、パトナの長官であったが、母は、ベンガル大主アリー・バルディ・ハーンの娘であった。 1740年、シラージュ・ウッタウラは、海軍の小艦隊の提督となり、1748年には、ビファールの大使に任命され、翌1749年には、フーグリーのファウジュダールと砲兵隊の将軍となった。1752年11月7日、シラージュ・ウッタウラは、祖父の大使アリー・バルディ・ハーンから後継者に任命された。 シラージュータウラ1756年4月、アディー・バルディ・ハーンが死亡したことにより、孫のシラージュータウラが大衆位を継承した。だが、その継承をめぐり、彼には3人の敵対者がいた。一人目は、アディー・バルディ・ハーンの長女で、シラージュータウラのおばがシーティーベイグムであり、そのベンガル大衆の後継を不適任だとした。彼女は、シラージュータウラの敵対者になりそうなものに金を、 ばらまいていたため、ダッカの彼女の邸宅はその陰謀の中心となっていた。二人目は、同じくアリーバルディ・ハーンの孫で、シラージュ・ウッタウラのいとこにあたるシャウカとジャングである。彼は、シラージュ・ウッタウラが、アリーバルディ・ハーンの三女の子であるのに対し、次女の子である自分の方が、ベンガル大衆の継承権があると主張した。三人目は、ベンガル軍の総司令官、ニール・ジャーファルである。彼は、 シラージュ・ウッタウラに一応味方していたが、アディ・バルディ・ハーンのイボ妹を妻にしていたことから、内心は自分がベンガル大使になろうと格索していた。即位後、シラージュ・ウッタウラはガシー・ティー・ベイグムに味方したラッカ市長夫妻・クリー・ハーンを殺害した。これに対抗する形で、ガシー・ティー・ベイグムは公認の市長にラージャ・ラージ・バラブを任命していた。そのため、シラージュ・ウッタウラは ラージャラージワラブが公金を横領したとし、家族全員の逮捕と財産没収のために兵を送ったが、息子のクリシュナダースはカルカッタのイギリス人居留地に逃げ込まれてしまった。当時、イギリス東インド会社とフランス東インド会社はそれぞれ対決に備え、カルカッタとシャンデルナゴルの要塞を強化していたが、シラージュ・ウッタウラはこれに不満であり、両者に直ちに工事を中止するように要求した。 また、イギリスには、イギリス東インド会社の職員が行ってきた勝手な、主貿易が、ベンワル経済に大きな打撃を与えていると抗議し、会社社員の指摘貿易分の関税支払いを要求するとともに、軽かった逃げたクリシュナダースの引き渡しも要求した。フランスは、シャンデルナゴルの要塞工事の中止要求に従う、意向を示した。だが、 イギリスはこれらの要求を拒否し、シラージュータウラの死者を追い返したばかりか、その書簡を公然と破り捨てる行動をとった。イギリスは大衆の命令を無視し、その主権に対して正面から反抗する姿勢を示した。ウィリアム要塞のブラックホール牢獄同年5月、シラージュータウラ・ワイトコ・シャウカとジャングの討伐のため、進軍中だったが、その道中に、このイギリスの返還を聞き激怒し、 イギリス人をベンガルから追い出すことを決定した。シラー・ジュー・タウラはかかとを返し、手始めに、首都ムルシダーバードのイギリス工場を襲い、工場長などを捕虜にした。同年6月14日、シラー・ジュー・タウラは、フランスの指示を受けて、カルカッタを、軍1万5000、増軍550門の大砲で攻め、ウィリアム要塞を包囲した。イギリス軍守備隊の司令官ドレークは逃げ、 6月19日に副司令官ホルウェルと要塞の兵は降伏したが、その夜にイギリス兵捕虜146名がウィリアム要塞内のブラックホールと名付けられた小さな牢獄に収容され、結果123名が窒息死する事件が起こった。これはシラージュ・ウッタウラの部下がウィリアム要塞やこの牢獄を知らなかったから経ったことであり、必ずしも計画して行われたものではないが、 イギリス人は、ブラックホール事件、ブラックホールの悲劇として語り継いだ。その後、シラージュー・タウラは、イギリスの工場を破壊して、モスクを建てるように命じ、カルカッタを、アリーナガルと解明した。さらに、同年10月半ば、シラージュー・タウラは、勢いに乗じ、いとこシャウカとジャングの軍を戦闘で破り殺害した。シャウカとジャングを殺害したのは、ミール・ジャーファルであった。 シラージュ・ウッタウラは一連の勝利でその威信を高めたが、従来にも増して、さらに傲慢になり、宮廷では、その打倒の陰謀が企てられた。彼らは、シラージュ・ウッタウラから、ミール・ジャー・ァルエト大使を変えるため、イギリスと結んで計画を進めたが、その中には、シラージュ・ウッタウラに礼遇されたヒンドゥーの高官や、人前で侮辱された貴族らがいた。イギリスは声をかけたのは、 シラージュ・ウッタウラに味方していた、カルカッタの長官マニク・チャンド、ベンガルの大商人、アミー・チャンド、ベンガル一の金融業者、ジャガト生徒などであった。ロバート・クライブ同年12月半ば、イギリスの軍司令官、ロバート・クライブは、不評150人、砲兵100人、インド人、傭兵1200人を率いて、マドラスから到着し、カルカッタへと進軍した。 1757年1月2日に彼はカルカッタを奪還しシラージュ・ウッタウラに対して戦線を布告した。その後、フーグリーにあるオランダ人居留地を攻撃し、これを攻略した。まもなくシラージュ・ウッタウラもフーグリーへ到着し、イギリスに事業再開の許可を与える意向を示した。同年2月、シラージュ・ウッタウラはイギリスとフーグリーで 和平交渉を始めたが決着がつかず、クライブは和平交渉継続の印象を残し宿舎に帰った。だが、クライブはベンガル軍に対しや衆をかけ、不意をつかれたシラージュ・ウッタウラの軍勢は大混乱の後死産した。この時、イギリスと内通していたミール・ジャーファルラ側近はシラージュ・ウッタウラに対して講和を強く進め、彼は休戦協定に調印した。 同年3月、イギリスは、フランスのベンガルにおける拠点シャンデル・ナゴルに対し、猛攻を加え、耐えきれなくなったフランス軍は降伏し、フランスは、ベンガルにおける重要な拠点を失った。だが、シラージュ・ウッウラは、フランス敗北の方を聞くと、イギリスに宿意を述べたが、彼のもとに逃亡した、フランス人は保護し、イギリスの引き渡し要求に応じなかった。しかし、 シラージュ・ウッタウはこの頃自分に対する陰謀が張り巡らされていることに少しずつ気がつき始めていた。だが陰謀を張り巡らせている者には断固とした態度を取らなかったためその勢いはさらに増していった。イギリスは大衆の味方であるミール・ジャーファルと密かに内通し続けて味方につけ6月4日にシラージュ・ウッタウらへの非協力を条件にベンガル大衆の位を約束する条約を 秘密裏に結んでいた。シラーチュータウラは不安になり、ミール・ジャーファルを呼んだが応じなかったため、自らその邸宅へ懸念を伝えるために向かった。ミール・ジャーファルはに、いかなる敵対行為にも加担しないと約束したため、彼と共に、イギリスを迎撃するために、カルカッタ付近のプラッシーへと向かった。プラッシーの戦いの後、クライブと面会するミール・ジャーファル同年6月23日朝、 先手を打ったクライブは、プラッシー村に野営していたベンガル軍に攻撃を加え、ベンガル軍もすぐに、これに応戦し、戦闘が始まった。ベンガル軍6万2千は、シラージュ打った裏の、武将モーハンラールとミール・マダン率いる、不評5千人と騎兵7千、大主のオジ・ミール・ジャーファル率いる、不評3万5千人と、騎兵1万5千人から構成され、あとは、フランスの援助である、 少数の砲兵隊であった。一方、イギリス軍の構成は、ヨーロッパ人、兵800名とインド人、傭兵2300人と、大衆軍に対し極めて少数だった。このように、ベンガル軍の方が、イギリス軍より、圧倒的有利であったが、不評3万5千人と、騎兵1万5千人を率い、ベンガル軍に味方していたミール・ジャーファルは、イギリスとの秘密協定により、 自分の分を動かさず、ベンガル軍の主力5万は傍観するだけで戦闘に参加しなかった。つまり、ベンガル軍の4分の3近くは戦闘に参加していなかったことになるが、シラー・ジュブッタウラは戦いに参加しないのはミール・ジャーハルの作戦だと思い込み、全く疑おうとしなかった。昼からモンスーンの影響で大雨が降り始め、戦いは小休止となり、 イギリス軍は素早く装備を雨から保護した。だが、ベンガル軍は訓練不足で雨から装備を保護できず、銃や火薬が水浸しになり、火器がまともに使えなかった。このため、午後2時に雨が止んだ後、イギリス軍の一方的な攻撃に遭い、ベンガル軍の司令官たちは相矛盾する命令を送り、兵の士気も低下し混乱し始めた。まもなく、 無情ミール・マダンが砲撃で戦死すると、シラージュ・ウッタウラは気落ちして、ミール・ジャーファルに助言を求めた。ミール・ジャーファルは手にコーランを乗せて、シラージュ・ウッタウラに忠誠を誓い、明日自分がイギリス軍への総攻撃をかけるので、今日はもう日も暮れているから、戦闘をやめましょう。と言った。だが、モーハンラールは今の状況で戦闘を停止すれば、味方の軍は、 今日の戦闘に敗れたと誤解し、野半に乗じて試算してしまいます。と、反対した。にもかかわらず、シラージュ・ウッタウラは、ミール・ジャーファルを完全に信頼しきっており、全軍に戦闘停止を命じた。しばらくすると、モーハンラールの心配した通り、ベンガル軍に動揺が広がり、逃げ出す兵が続出し回送に近い状態となり、シラージュ・ウッタウラも焦り始め、首都、ムルシダーバードへ逃げ出した。 一方、戦闘停止を提案したミール・ジャーファルは、公然とイギリス軍に合流し、クライブに勝利の祝意を伝えた。そして、7月4日、ベンガル大使、シラージュ・ウッタウラは逃げ切れずに、ミール・ジャーファルの息子、ミール・ミーラーンに捕らえられ、その命令により殺害された。彼の遺体は、首都、ムルシダーバードへと運ばれ、祖父アリーバルディ・ハーンの眠るクシュバーグに埋葬された。 クシュバーグにあるシラージュ・ウッタウラの墓、堀口町城はその人物像に関して、軍総司令官、ミール・ジャーファルに、全幅の信頼を置いていたことを見て、救いがたいほどお人好しだったと評している。1930年代にベンガル及び、インドの繁栄闘争においてその機運が高まると、シラージュ・ウッタウラは、イギリス支配に抵抗した、英雄として扱われた。 その時代の民族主義的な歴史家や詩人は、彼がイギリスによるインドに向けられた野望に立ち向かったものの信頼していた取り巻きたちの利己的な裏切りにあった悲劇的人物として描いた。だが、堀口町城はこれに否定的で、シラージュ・ウッタウラが仮にベンガル内しインドの団結を固め、プラッシーの戦いで勝利を収めていれば、果たしてイギリスによる植民地化は避けられたのか あるいはその圧倒的な軍事力と政治力の前に、いずれにせよ、植民地化は避けられなかったのか、仮に避けられなかったとしても、大幅に遅らせることはできたのか疑問が生じると述べている。ありがとうございます。